皆さんこんにちは。今日は1月31日です。今年は選挙ラッシュの年です。まず2月に入って八郎潟の町議会議員選挙、これを皮切りに県知事選、そして多くの市長選挙、議員選挙、目白押しとなっておりますので、私はまあ今回ですね、当事者にならないというか、なれなかったというか、まあそういうところですので、ちょっと一歩引いたところから、健全な選挙の実現のためにですね、この公職選挙法という非常に分かりにくい謎な決まりがたくさんあるんですけれども、まあこれをちょっとずつこう解説していこうかなと思います。まず私、6年前に初めてなった時にですね、って驚いたのが、実は選挙運動ってものすごい限られた選挙期間しかできないんですね。公職選挙法第129条は、選挙運動は各選挙につきっておにゃららと書いてますが、候補者の届け出のあった日から、当該選挙の期日、つまり投票日の前日まででなければすることができないというふうになっております。この期間が案外短くって、まあ、衆議院議員選挙は14日間です。日程未定なんで書いてませんが、県知事選挙で17日間、県議の補欠選挙もおそらくあるだろうと思われますが、9日間、市長選挙は7日間と、この期間だけしかできません。で、今年はこの4月4日が一斉に投票する日ですね。この日にはおそらく皆さん何枚かこう書かないといけない日になると思うんですが、その前日までのこのわずか数日間の期間しか選挙運動はできませんよということになっています。いやいやいや、めっちゃやってるじゃないかと、さっきもこの街角立ってましたよっておっしゃると思いますけれども、あれは実は選挙運動ではないという整理になっております。まあ、常日頃からですね、政治家は自分の政策を PR したりとか、私はこう考えるということをアピールする政治活動は許されるわけですが、あれはあくまで政治活動であると。またはその一環としての講演会に入ってくださいねという、まあそういう活動であると。そういう整理をして、一応あれは政府ということになってますが、じゃあ何が選挙運動で何が政治活動なのということなんですけど、これ秋田市のホームページ、選管のホームページでわかりやすく書いてたんですね。この選挙運動とは、まあ、1番は、まあ、期間限定わかりますよね。2番が大事です。この特定の選挙で特定の候補者を当選させようとする目的で行われる直接または間接行為。これが選挙運動ということになります。ですので、今度市長選にこの人が出るから、この人に1票よろしくねって告示より前に言っちゃったら、これは違反、事前運動という違反になります。選挙期間中はもちろんいいんですけども、それより前にあまり直接的にですね、この県議選に出るからこの人をよろしくね、とお力添えを頼みますとかって言うと、私はほぼほぼ黒だなと思いますが、明確な線引きがあるわけじゃありません。まあグレーだからってやってまいってやってしまう人いますけれども、うん、その辺はちょっとご注意いただければと思います。で、もう一つよく聞かれるのが、この上りを持ってる人がたくさんいますよねって、まあ何を隠そう、私もですね、6年前初当選の前は、本当にもう約1年、毎朝立っておりました。一番最初にですね、何も知らない私は、でっかい上りに鈴木健太って書いて、手を振りました。2日目ぐらいに選管から電話来ましたね。あれは違反ですからやめてくださいと。いや、私ももう初めてなんで、やばいって言って、警察で捕まるかもと思ってですね、すぐ辞めまして。で、この秋田を諦めないっていう、私が、の心からのこのフレーズを使ったわけですけども。で、しかも本人っていうタスキつけてますけども、もう誰かさっぱりわかんないわけです。せっかく顔と名前を覚えてもらおうと思ってやってんのに、誰かわかんないようなことをしないといけないと。これが非常に不便でしたね。まあ、実は、真面目にやろうとすると、こういうことになります。あまり選挙の告示より前にドーンと顔とか名前とかって出すのは、これは違反ということになるんですが、まあこうやってほら、真面目な方はですね、秋田再起動とかですよ、この AI 輸送って本人とかって、もうどの本人やねんっていう話なんですけども、まあこうやって、真面目な皆さんは、ちゃんとしたキャッチフレーズで辻立ちをしていると。まあこれがまず一つです。でも私はですね、政党に属して、からはこのツーショットポスターというやつをまあ上りにして使っておりました。これはあくまでその政治活動である政党の演説会の案内をポスターにまた上りにして持っているという整理にすると、これは政府なんですね。だから私はこうやって作ってました。
一方、まあ、この方はですね、ちょっとファミリーマートかなっていう感じの上りをお持ちですけれども、これは政党じゃないんだけれども、政治団体の演説会の告知だということで、まあ、どっちにしてもですね、やっぱ3分の1しか、自分の顔とか名前載せれないので、非常に露出度は低いわけですね。だからやっぱ本当に本音を言うと、デカデカと自分の名前を出して、やりたいんですけれども、それだとほぼほぼ黒に近い、というかほとんど黒のグレーになってくると思いますのですね。まあ今日私ここにご紹介したのは、真面目にやってる方しか挙げておりませんけども、中には街角でですね、そういうこれダメなんじゃねっていうのぼりを持たれてる方もいらっしゃいます。まあこれはまあとにかく私が言うようなことではないんですが、おそらく選管とかにも通報も行ってますし、絶対言われてるんだけども、まあやったもん勝ちみたいなところは確かにあるんです。罰則はないのですね。まあこの辺をどう考えるかというのは、まあその候補者の資質になるのかなと思います。まあもちろん公職に就かれる方はルールをしっかりと守るというフェアな精神を持って、これからも正々堂々と戦っていただきたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。